花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。金尾芳郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずは松下としみさん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。どうしたの、その目の前の、あの、レモンじゃない、あの、メロン。これは北海道の中尾さんからいただきました、足別メロン。足別メロンが川崎 FM に届きましたよ。届きましたよ、たくさん。一箱。本当にね、中尾さん、ありがとうございます。ありがとうございます。去年もね、そう確かね、送っていただいてですね、はい、この足別メロン、はい、ね。川崎 FM 金尾芳郎の音楽魂提供になりますね。毎回送ってくれなきゃいけなくなっちゃうんですよね。いやいや、これはね、本当にね、メロンいかがですか、町下さん。私大好き。大好物なの。大好物。今日はね、赤肉だけにしました。あるんだね、中がね、うん、あるんですよ。えー、すごい美味しかったもんね、足別メロン、あのね、本当にそう、うん、もうめったにほら僕は食べられないからね、食べられないんでね。10年に一度ってことないけどね。あの、はいはい、うなぎとかね、もう大体3年に一度とかね、うなぎはね、うん、なかなか食べられない、はい。ということでね、本当にありがとうございます。金尾芳郎の音楽魂、今日はね、あの、はい、素敵なですね、スペシャルゲストご紹介しましょう。生田圭太郎さん、イエーイ。はい、こんにちは、どうも、生田圭太郎です。圭太郎さん、お元気でしょうか。元気ですよ。いや、もうね、うん、あの、なんかすごく色艶も良くなって。あ、そう、うん、もうますます、あのね、秘訣があるんですよね。秘訣、もうね、うん、長年あの、付き添ってきたね、うん、こうやって言うと、ね、変なとこ行きそうだ。酒とね、はい、おタバコと縁を切りましたから。わー、素晴らしい。すごい。切らざるを得なかった。うん、いや、それはやっぱりね、素晴らしいことですね。ね、やっぱ変わってくるんですよね。やっぱ違いますか、ね、食べ物が美味しい。どっちか、まだ判断できないね。まだ2年弱だから。ああ、でもそんなに、うん、でももうそんなになるんですね。うん、前の方が良かったかなっていうことも、ね、少しは思うけど。いや、未練ですか。いや、それは素晴らしいことですね。うん、あの、で、今日はね、あの、ギターの藤田さんね、はい、あの、圭太郎さんの方からご紹介いただけますか。うん、もともと生田圭太ユニットとか名前つけていろいろやったりしたんですけど、はい、最終的にユニットでも何でもいいじゃないかなって。生田圭太郎と藤田敦史、または生田圭太郎 with、藤田敦史、または生田圭太郎 and 藤田敦史みたいな、まあ、藤田敦史、あっちゃんです。どうもよろしくお願いします。こんにちは。藤田さんは、あの、以前にね、僕ね、伺ってライブ、あの、この番組にもお越しいただいた、うんうん、あの、佐藤隆一さんとかともね、いろいろね、どんな活動を今までやられてたんですか。あの、隆さんとですか。いや、あの、他にも何かあるんですかね。あとはもう年代的に同じぐらいの人たち、ラビンカップっていうバンドとか、カランツバーターサブレというバンドを今一応4本立てで。ああ、そうですか。そうね。いやいやいや、うん、ご活躍で。自分のだって看板だもん。ボロ儲けだね。何言ってんだよ。ねえ、けえな。なるほどね。うん、まあ、こうやってね、あの、生田圭太郎さんは、まあ、もともと吉田よし子さんのね、ご紹介で、はいはい、あのね、お会いすることができたんですけども、まあ、今回で4回目になりましょうか。そう、4回目、ね、うん、いや、実は本当にね、さっきの中尾さんのね、メロンの話じゃないけども、うん、北海道行かれた時にね、うん、すごく心配したことがね、やっぱありましてですね、うん、大変だったかなとか思ってね。いや、まあ、北海道はね、うん、まあ、いろいろ重なって、うん、ちょっと変なことになったけど、うん、なるほどね。まあ、もう今でもね、今は大丈夫、ね、素晴らしい、まあ、いろんなとこ悪いけどね。いや、生田さんと僕結構似てるんですよ、悪いところが。首も悪いでしょ。首はね、もうね、中学の時から悪い。ストレートネックでしょ。体操やっててね、首何回も首から突っ込んでるから、
鉄棒とか昭和で何回も首から突っ込んだりしてるから、もともと悪いんですよ。あ、そうですか。あとストレートネック。あ、そうでしょ。僕逆反りなんですよね。あ、そう。枕はちゃんとしてる？いや、枕もあるかもしれないですけど、今は治療してるんですけど、だいぶいいですよ。しびれとかもちょっと治ってないし、うん、枕がね、もともとね、ものすごい硬くて高い枕で、高いやつじゃないと寝られなかったんだよ、うん、それはね、首に非常に悪かったみたいな。最初からもう病気の話すみません、ね、自分で聞く話が多いからそうだったんですね。いやでもね、本当にちょっと似てますよね、なんかね、いろいろね、あの僕も本当にあの見習って、ね、肺も悪いしね。そう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 、もう肺気腫が出たんですよ、僕。あ、に、そう、似た肺気胸だから。そうですね。まあ、そうですか。肺気胸10年前だったんだけど、そのまま、これ始めた、ラジオ始めたから、大声禁止だったんですよ。うんうん、医者に言われて。で、それから、あーおっていう方にね、負けないぞ。さっきのオープニングの、そうそうそう、嘘でって思ってしまう。まあでもね、あのこうやってね、あの歌を歌っていけるっていうのはすごい幸せですけども、うん、え、今日はね、生田さん の, あの素晴らしい、そのこれアナログ版からね、昔のアナログ版をね、うん、まずね、このラジオでかけるの初めてっていう。ラジオをかけるのも初めてだし、まあ今1曲目や流してもらうのは、あの、はい、ステージでやったこともない。なぜかというと変な理由があるんだけど、うんうん、今は気にしてないけど、僕はあの俗に言う作詞家とか、はいはい、作曲家っていうのをくっつけられるの、一緒にやれって言われるの大嫌いで、うんうんうん、で初めてね、うんうん、白石アリスさんという人の、はいはい、歌詞会ったことないんだよ、その人と。で、それ持ってこられて、うんうん、これにつけてくれって言われて、僕も一回それありましたよ。え、僕もあの最初の、デビューの時一曲だけ、それでその時はもうちょっとそれシングルにするはずだったんだけど、それに絶対嫌だった。でも今思うとね、俺ね、例えばね、悪友とかね、はいはい、あったの話が、やってれば売れたかもしれない、ね、いや、本当に僕もね、そう思う時はありますね。というのは何でかというと、うん、人の曲、人が歌う曲って結構いっぱい作ってんだけどね、うんうん、あの変な言い方しか、言い方するけど、うん、自分でやる時ってものすごいとんでもない、この歌、何から何まで全部自分で責任を負うから、責任感がものすごいこうないとダメじゃないですか。で、人に曲を作って渡すっていうのは結構あの自分でやんないもんだから、結構僕はこんなもんとかでやっちゃうんで、でもそれってすごい良かったりするわけよね。あ、逆にそうですよね。あんまり考え込まないでね、あの自然だったりしますよね。歌詞も今このかけてもらうやつは、歌詞も人の歌詞だから、まあ、そんだけ思い出が、あの、こんなこと言ったら失礼だけどね、他の、うん、あの、歌を歌ってる人に、うん。でも自分でやる人間としてはね、結構ね、あの、責任、結構軽いところでやっちゃってるわけよ。うん、そしたら人が聞くと、これ結構いいじゃん、とか。逆にその力が入らなかったりとか、うん、あの、客観的に聞くと、その、それがすごく、ね、良かったりするらしいですね。うん、でまあちょうどこれ話があれで、その、この、定地から凱旋っていうレコードを出したんだけど、これ1975年ですよね。ちょうどね、はい、かの有名な、かのじゃない、今でも、はい、チャーとかね、はいはい、佐藤淳とかいた、スモーキーメディスンっていうグループが、金子マリとかいた、はいはい、なるせとかいたね、はいはい、が、解散する頃、うん、あの金子マリがバックスバニーとこの方に、はいはい、を組んだり、うん、チャーと佐藤淳が違うことをやりだしたりとかした頃に、うん、その今言ったチャーと佐藤淳のを招いて二人にアレンジとピアノギターとかやってもらってやったレコードがこの凱旋、凱旋、ね、まあ早速、うんうん、これは素晴らしい。ちょっといや、あの早速ね、これトラック7に、あの「それで2人は」っていうタイトルの曲を聞いてみましょう。
騒ぎ出す。これからどうするの、男と女だからそれしかないから、わけも知らないさ。それで今やるといいの、これシングルバッチリだよね。バッチリなのに、ね、だから今いろいろね裏話ちょっとしてたんですけどもこの当時はまあ僕はこれが74年、75年でしょ、で生田さんのその立ち位置っていうかそういうのってこうやっぱシングル出さなくてっていうあれがあったらしいですね。余計な会社はシングルシンガーじゃないとかって言い出しちゃって、それはそれでいいけどね、やっぱり出してだこう売れ行きを気にして、お金欲しいじゃない、絶対ねお金にならないしね、LP だけじゃ、売れるわけないんだからそんなに、だからでもねシングルだと大体僕らの頃は3万以上いかないと次がないとか言われてたんだけど、もう、まあ、で、LP が1万枚とかね。そう、だからなんか、いわゆるこう、売れ線狙いじゃなくて、生田さんは、どっちかちょっとその、守られてたっていう話になりましょうかね。守られたとは思います。ねえ。でも、それって余計なお世話っていうところなんだよね。振り返るね。いや、結果的に。まあね。まあそれは、まあそれも、そういうふうにも言えますよね。儲けたくなくてレコード出す人はなかなかいないですね。これ絶対シングルっぽいですね。これでも、キャッチー佐藤潤さん、まあ、当時素晴らしいアレンジャーっていうかね。当時って今もね。まあ、今でも素晴らしい。佐藤潤。潤さん。ね、佐藤潤さん。すごいですね。あ、これ、丸山恵子さんのモッドのね、ご主人。ですね。そう、まあ、素晴らしい。来週来るんだよね。あの恵子さん、恵子さんも8月21日ですね。8月21日ね。あ、そうか、そうか。でも、やっぱりその、吉田彦さんとかもそうだし、丸山恵子さんとかも、その当時の方々っていうのは、やっぱ、ケトラさんとかも、やっぱり、いまだにずっとつながりがこう、ありますよね。やっぱりそういう、共に生きた時代、同じ時代を生きた人っていう感じで、やっぱり、ずっとつながっていくんでしょうかね。そういうだよね。あの風に吹かれてるのね、金谷さんもね、そうね、うん、そ
そうですしね、あのやっぱこういうあのまずね、その圭太郎さんと今度そのライブのね、あのことをちょっとここでご紹介しましょうか、はいはい、歌の市これ、2020ということでね、風に吹かれてて、ね、やります。これ8月29日でしょうか。そうですね、土曜日ということで、オープン16時からスタート17時ということでね、予約お願いしますって、予約ですね今日で、3500円プラスオーダーということでね、風に吹かれて、これちょっと電話番号申し上げましょう。東京 03-3763-6555、 東京 03-3763-6555 というね、これ風に吹かれての方でね、ご予約お願いしたいと思います。これはね、まあ今のこの時勢もあるんで、はいはい、完全予約で、そうですね。だからそれも人数の問題も、またお店がね、どれだけ収容、その、はい、その頃8月の終わりで、どういう状況でお客さんをのこの座る位置を確保するかとか、いろんな問題あるんで。はいはい、本当完全予約で、もう本当なくなったらすいませんってやつで、あ、そうですね、はいはい、直前にならないと、もしかしたら細かいことがわからないかもしれないので、一応あのお店の方に問い合わせていただければと。あ、わかりました、これ出演は生田圭太郎さんユニット、あと丸山恵子さん、吉田由志子さん、藤岡藤巻さん、で、佐藤雄一さんっていうね、もうこれもすごいラインナップですね。素晴らしいと思いますけどもですね、あのまあこういう時期今お話出ましたけども、なかなかね、あのこの間お芝居の方もね、あのゲストいらしたんですけども、あのまあ音楽とかにもやっぱお芝居の方がどっちかっていうと、そのあの規模が大きくなったりとか、動く人数が多かったりとかして、なかなかお芝居の方もね、あの大変みたいなんですけども、いかがですかね、こういう今の動きっていうか、なかなか自由にね、僕なんかは数、この藤田敦史君はね、大変たくさんいっぱいやってるから、僕なんかは数少ないライブしかないんだけれども、はいはい、まあ、中止にしてる、やっぱり、刺さる、なんていうかな、どうやればいいんだろう、このイデオロギーでどうしたこうしてこうやらないとか、そういう問題じゃなくて、もう相手は見えない、ね、ウイルスだからね、だからこれだけはもう本当、実際に乗るって変な言い方だけど、もうしょうがないもんね。そうですね、まあ俺で、なんか変なね、なんだっけ、なんかあの日本のお国はもう本当にもう、なんて言うんだろう、なんか Z 級、超 Z 級のコント集団みたいな政治家がさ言っちゃった。じゃあ言っていいですね、じゃあ強盗トラブル面白くしますね。強盗トラブルって言うんですよ。トラブルじゃないんですよ、強盗でしょ、強盗トラブル、強盗二重塗りにしちゃった。もうさ、あんなんさ、もう空回り対策じゃん。そうです、ね、ただそのどちらかというと、僕らはその夢をね、まあその大げさに言いますと、夢をその、あの希望、夢とか希望とかをね、あの感じていただくっていう、まあ一応歌うことによって、ただそのあまりにも同じわからないそのことをずっとテレビで言ってるので、その一般の人たちがものすごく毎日不安になると思うんですよ。振り回されてる感じがしますね。そうそう、生活もそうでしょ、生活も大変だしね。なんとかのおばさんいるじゃん、小池のおばさん。あれなんか人数ばっかりいるじゃん。人数ばっかりいてるでしょ、何人感染とか。まあでもあれもさ、人口とか検査数との比率じゃないと、東京はすごい、やばいなんて言ってらんないのに、福岡の方もっとすごいわけじゃん、そういう意味で言うとね。そうそうそう、だから、そういうことに対してね、不安になってみんなが家から出れなくて、仕事もね、なかなかもう不安だらけっていうか、そういうふうになるよりも、やっぱ少しずつでも、やっぱりみんな明るくね、そのもうウイルスはもうね、どうしようもないことなんだけども、最低限のことをして、こういうアクリル板置くとかもそうだし、でもそういう換気をしたりとかね、そういうことをして、やっぱり少しずつでもやっぱり僕らはやっていかないと、
僕らの生活もできたわけですよね。どの業種も基本的にはあの同じような気がしていて、うん、それはもう対処しなければいけないんですけど、うん、あのなんだろうな、風評被害ではないですけども、うんうん、皆さんが、うん、あのワイドショーとかでこう、うん、おっかねおっかね危ね危ね何人だっていうことで、うん、あのでもやっぱし遊びに行っちゃう人とかもいて、うん、正しい対処がされていないから、うん、もう誰かのせいにせざるを得ないというかね、うん、そういう匂いも僕はするんで、うん、やっぱ自分の頭で判断してどっかやっぱ、うん、決めないといけないのかな、うん、あとだから感染した人を、ああそうね、もうすっごいそれいじめみたいなね、うん、感じになってるのが、うん、なんか僕はなんかちょっと違うんじゃないかなっていう気もするんですね、うん、まあと、まあ、という話はね、まあ、テレビで言えないと、うん、まあ、あんまりそっちまで行きたくないからついついやってしまいましたけど、ね、このね、あの凱旋 の, あのアルバムの中からね、うん、もう本当に今日初めてね、あの慶太郎さんのこのアルバム聴きますが、もう一曲聴いてみましょうか、はいはい、これタイトルは何でしょうか、ね、そよ風の一束って言ってはい、朝目を覚ますと大きく開いた窓からそよ風の一束俺を吹き抜け迷いの扉を吹き抜ける頭の中は空っぽ嫉妬も憎しみもどこか遠くのお話俺は自由どんな風に今日過ごそうともそれでいいのさ ただ夢の後にかすかに残った虚しい響きは過ぎし日々の小玉指を触れるとすり抜けてゆく俺から離れていったお前うまくやってるか気がかりだよまたいつかの二人のように辛い思いはしてないだろうか「そよ風の一束」「気持ちがよくて何もかもがとてもうまくいくような」「そんな気がしてきた」ここで俺は夢の続きをもう一度演じてみるどの場面もよく覚えているんだけど指を触れるとすり抜けてゆく
いつかの二人のように辛い思いはしてないだろうか。あの優しい感じの歌で、うんうん、素晴らしい。これはまあ作詞作曲あの生田圭太郎さんということですけどもね、うん、ね今ねあのお話してたんですけども、うん、なかなか一人だとなんかこう やりづらいとかやりづらい、うん、これまたこう、うん、チャーさんのギターがまた、うん、ね子供とは思えない大人っぽいギターです いくつぐらいになりましょうかね。これ1975年、はあ、20歳ぐらいのチャーさんのことなんですね。僕が27かな、はあ、まあ素晴らしいですね。あの佐藤潤さんのねアレンジも素晴らしいし、なんかあのすごくあったかい感じがしますよね。なんかね、うん、これアナログ版って今日初めてね聞かれほとんどの人は初めてどう思う。この当時ね、これをお買い求めになった方はね、うん、まあ、いらっしゃると思うんですけど、まあ、数少ないけど、ね、一般の方は、いや、なことないです。あこれは、なぎらさんも作詞の曲とか入ってるんですか、うん、あのね、なぎらに歌詞頼んだらのと、あと、あの、トラディショナル曲、はいはい、あの、一つやってるのね。あ、みんなよくやるやつ。あ、はいはいはい。うん、あ、うん、あの、薬師とかもね、なぎらさんすごいですね、うん、そうかそういうことでですね、今日はあの生田圭太郎さん、あと、藤田敦さんの二人にね、うん、お越しいただいておりますけども、今日生演奏なんか、はいはい、そろそろ、はい、ちょっとファックスご紹介しようとは思ったんで、うん、一曲ちょっと、はいはい、生演奏をね、今日生でね、やられますけど、ちょっとセッティングしましょう。僕もはいはい、はい、これで大丈夫ですか。どういう感じで今日は1曲目やりましょうか。あ、もう やっちゃっていい。全然 OK です。あ、じゃあいきます。ね、はい、じゃあスローなブルースで君に届くという歌をいきます。君に届く、いきますか。はい、朝っぱらからちょっとね、なんかね気のあるうちにやるのは久しぶりですね、うん、初めて。いい、まあ、ついそう できないことは何一つない、歌えないものは何一つない、君がそばにいてくれる、憂鬱になることもない、暗い夜を過ごすこともない、とても
強くて本当に不思議なほどに僕はそれを感じることができる。見えないものは何一つない。苦しいことは何一つない。
いや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 、てなわけで素晴らしいですね。松下さんいかがですか。素晴らしいです。ねえ、かっこいいね。慶太郎さんの歌聞いてるとね、うん、勇気が湧いてくるよね。あ、そう。うん。いい言葉でしょう。いや、なんかね、やっぱりね、勇気を今持たないと生きていかれない気がするんですよね。一人一人が。いや、もうなんか、うん、一見綺麗事っぽく聞こえるけど、すごく大事なことかもしれないですね。うん。なんか、そう思いますよね。それで、ちょっとお便りご紹介しましょうか。はいはい。はい。ですね、これは博多のミキさんからいただきました。博多のミキさん、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こっちは、昨日梅雨明けしたとみられる宣言、宣言が。博多も梅雨明けなんだね。ああ、そうなんですね。亡き祖母のお墓参りで日射病になりかけました。あ、ね、あ、そんなに暑いんだ。お墓参り行ってきたとか言ってこの間出てたよね。はい、先週の久しぶりの金玉も楽しめました。ありがとうございます。今週は久しぶり、はい、でももう3度目ですかね。生田慶太郎さんと藤田敦史さんですね、うん、そうですね、4回目ですね。4回目、僕は4回目です、ね、3、僕は4回目です、うん、あ、そうですよね。今回も本当にかっこいいロッキンブルースや名曲が聴けるのが楽しみです、うん、ありがとうございます。いろんな状況になってもあっという間の1時間は変わりません。リラックスして楽しんでくださいね。まだまだというより数字的にはさらに大変なことになってます。中にはもう恐れることはないとか言ってる専門家の先生方もいらっしゃいますけど、やっぱり怖いし、やるべきことだけは欠かさないように気をつけたいですね、うん。でもこんなことのために文化が消されるわけにはいけませんから、とにかく笑顔で素晴らしい音楽を楽しんでいただきたいもんですね。今日はいつものことながらゲストの方々に自由に楽しんでいただき、それを楽しみたいのでリクエストがありません。はいはい、博多のミキさんありがとうね。はい、うん。あさっては久しぶりに上田正樹さんのライブに行き、うん、あ、上田正樹さん、あ、福岡なんだね、ライブね。そう、その後で時間差があったので可能になったのですが、うん、この番組にゲストでも出演した WC カラスのライブに同じビルの隣同士のライブハウスで楽しんできます、はいはい、当然やるべきことはやってのことですけど、はい、って、ね、隣同士でライブハウスがあるんだね。結構ね、博多はね、あのいろいろ、うん、やっぱり相変わらずね、あのすごいですね、うん、あのいろいろありますね、うんうん、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。はい、ということで、今日はリクエストありません。はい、他はね、はい、切ってないですね。あ、そうですか。以上でございます。あ、なんかね、どこか紛れ込んでない。いや、これを探すとなると大変なことになるので、ね、ということでね、博多の美希さん、どうもありがとうございます、うん、かな。でね、今日生田慶太郎さん、藤田敦史さんですけどもですね、はい、その この後の後のそのいろいろ2人の活動っていうのはどういう、まあ、ライブですけども、うん、あの、だから、うん、なんとかな、だからって変だけど、ね、あの、ね、決めようがないんですよ ね、 そうね、自分たちからあのなんかどう聞こえるかわからないですけど、こう動いていくということはやっぱ、うん、なかなかしづらい皆さん、まあでもそういう方もいらっしゃるのかもしれないですけど、うん、あ、この、うん、あ、いいですね、うん、はい、はい、それにそのまあこう、だってライブハウスなんかやるってなると、うん、見に来てくれる人も、うんうん、こちらから、まあ、来てとも言えないし、来ないでても言えないし、もう何とも言えない状況じゃないですか、ね、そうですね、うん、そう、確かにね、うん、今そういう状況ありますね、確かにね、うんうん、だからなかなかあれですけども、うん、まあこうやってラジオでね、うん、配信するとか配信とかで得意な人やるけど、僕はまあ得意じゃないということプラス、うん、あんまり好きじゃないんだよね、うん、あの感じが。慶太郎さん、握手できないけど、握手できないけど、いや、なんか僕もね、ちょっとそんなとこあって、うん、あの、僕もあんまり、得意な方だったり、うん、お店がね、うん、そうやってやってるお店とかっていうのあるじゃないですか。うん、でも本当の配信でね、ですけど、はい、ライブだったらいいんだけれども、あの、こう有名どころで、こう、すごくヒットメーカーって言うんですよ、有名どころの人って、うん、まるでさ、うん、なんかプロモーションビデオみたいなの作ってるじゃん、ね、お金かけて、うん、あれだと配信じゃとは言えないと思うんだよね、ね、俺。ああ、なるほどね。もうだからそういうの見てると、
ちまちまと配信してる人を見てると可愛いそっちの方が全然いいなと思うよ、うんうん、まだもうケタロさんがはっきり ね、 もうねもう兄も俺昨日やってきたよね言い方じゃないからね、うんうんうん、ね難しいところだと思う、まあ、いろんな人がいろんな考え方でやりますから、まあ、やりますよね。だからまあいろいろねあると思うんですけども、まあ僕もなんか自分のその残りの人生をね、うん、なんかこうもうやりたいようにね、うん、行きたいなとか思ってて、うん、ほらちょっと体も悪くしたじゃないですか。そう、うん、でもなんか逆にそういうことがあって初めて気がつくみたいなこともあって、少しトレーニングとかも今リハビリもやってるんですけど、うんうん、まあ人間でそういうあれなんで、そのやっぱり自分なりのこう生き様というか生き方をね、うん、自分なりの生き方をしたいなとは思ってるんですけども、まあラジオ通じてこうやって皆さんとお会いするのがね、うんうん、すごく楽しみだし、また広がっていくじゃないですか、うん、それがまあ一つの生きる張りにね、うん、なってるんですけどもね、なかなかまだ動き方は難しいとは思いますけども、ね、でもこの、うん、この放送もすごい継続してるからすごいなと思います。そう、うん、13年目に今年になりますけどね、そのこの時期もねああ、うん、ずっと、ね、もうちょっとでもいろいろ考えたし、いろいろまあちょっと裏で言われたりもしますよ、確かに、うん、誹謗中傷何、うん、不謹慎なんてね言われますけども、まあそれはね、うん、ねまあできるだけのことをやって続けていきたいなと思いますけども、こうやっても続けてたら海外とかの方もチャンネル合わせてくれたりとか、地方の方とかね毎週聞いていただけたりとかもしてるの。FM って海外に飛ぶの？いや、ネットで。ネットで。ネットか。僕初めて見た。古いな。短波放送とかね。あれじゃないですから。もう愛すべき。だから僕もエリアが狭いじゃないですか、川崎 FM って。で、まあ、コミュニティ FM もほとんどそうなんですけども、最初は何にもなかったんですよ、サイマルとか、うん。で、今携帯で聞けるし、まあ動画もこうやってキキさんが撮ってくれて配信できるんで、すごく、助かるんですけども。でも、それはね、やっぱりこう、続けてれば、うん、聞けるようになったりとかってあったんですね。それ今もすごい、助かってますけども。ということで、時間がなくなりそうなので、慶太郎さんのもう、歌僕、聞きたいんですけど、はい、最初来た時にやったやつ。え、最初来た時にね、1回目の時にやって、歌をね、ちょうど高橋真子さんもその時行ってね、うん、もうそれ聞きながら僕涙が流れてね、うん、2人で泣いてましたね。そう、なぜか生放送でそういうことあるんですけど、歌が聞いたらね、皆さんが分かると思います。その時やったのとちょっと弾き方がアレンジが違いますけど、はい、うん、でここでみんなで大合唱で、ね、ちゃんコーラスとかあんまり入れたことないけど邪魔したらすいません。じゃあ行きますか。じゃあじゃあいいですか。このくらい時期にもというのをとても知ってます。いいですか。おい、ワン、ツー、スリー、フォこのくらい時期にも愛しいと思うよ。僕のことは聞いてくれ。騙したり苦しめたり恥ずかしめたり見放したり脅したりなどはしないから、この世にはどうしようもないことなくない。人は一人と生きる
ってよ。我らの悩みは贅沢なものか、我らの苦しみは勝手なものか。自分の力で立ち上がり、何か新しいことをしようとするとき、いつかの惨めな自分の姿がことさ頭をもたげるものさ。人生は甘いものにせよ苦いものにせよ、好ましいものとして役に立てよ。今日は本当にどうもありがとうございました。あっという間の1時間でしたけどもですね、あのちょっと今日歌おうと思ったらちょっと歌時間が ある2分ぐらい、2分ぐらい、えいっちゃえいっちゃえ、嘘2分で何どうするっていうのどのように大丈夫だよね。あ、まだあるわよ。あ、いや、もう道行こうか、道、うん、ちょっとあの最後暗いかもしれないですけども、はい、あの
実は暗くない希望の歌です。道、いきましょうか。雪かう人の中